どうもタンポポ川村です。 ASMR 本日はお菓子を食べるのに挑戦したいと思います。皆さんどうですか？どうですか？ YouTuber さんがやってたから真似してます。まずこのチーズ食べます。右から行くね。いい香り。濃いチーズの香り。美味しい。これ美味しい。よだれ。奥でお塩。かしい。
おいしい。ASMR 咀嚼音に再び挑戦したいと思います。まずは溶けちゃうといけないので氷からいきたいと思います。グレープフルーツ味です。アイスボックスでございます。じゃあ開ける音から。
人みたいでしょうか。それではいただきます。記録はここまでです。
ップラーメンを食べるのに挑戦したいと思います。こちらです。本日いただくのはハバネロトッポギです。それではポコ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 とお湯が沸きました。ではハバネロトッポギ作っていきたいと思います。こちら中にはソース、そしてソース、そしてお餅、春雨、こちら4種類入っております。ソースの順に入れる。こちら順番があります。まずはトッポギです。ムシュ酔いません。これをこの器に入れます。結構
匂いが辛い。これは食べられるのでしょうか。そして次のソース、いや辛いなこれは。すごい辛い匂いがします。色は濃い茶色です。斜めに軽くのせる。斜め？どういうこと？おしゃれにってこと？こう、はい。で、電子レンジで5分30秒チンします。それでは1回カット。割愛です。はい、ハバネロトッポギこちらの方チンをしてまいりました。今熱々でございます。かなり。辛い、辛い色をしております。辛い匂いもしております。目がシュパシュパします、何かあった時のためにこちらのシーフードもお湯を入れておきたいと思います。おいしい、おいしい、おいしいけど辛い。あ、これ豆乳です。いい、いい、マイルド、マイルドになる。あ、マイルドになります。これ蓋閉めとこう、これで。あ、開いちゃう。いけるかな。でもすごく美味しいです。頑張れな、ハバネロトッポギ。辛いけど、シュート挟みます。まだ硬い、まだ硬いよ。硬い、バリバリって。あ、辛い。
いね。あ、これは美味しい。間違いないやつ、間違いないやつです。美味しい。おいしい。うまい。よし、じゃあまたハバネロトッポギ挑戦します。よし、いける。じゃあ今度はトッポギ3本挑戦します。あ、おいしい。これにこれを添えるぐらいならいけるかな。え、こっちでこれちょっと待って、うん、あ、ちょっと豆乳挟んで、あ、落ち着く。豆乳はちょっと一回シーフードおいしいから食べよう。あ、暑い。あ、じゃあこれ残すのはね、もったいないからね。せっかくだから、あとちょっとだから。いただきます。あ、もう匂いが、あ、ここに来るんだよね、おでこに来る。挟まった、辛いのが挟まった。辛い。行こう行こう、レッツゴーレッツゴー。シーフード、一回シーフード行こう、一回シーフード行こう。うん、うまい。はいはいはい。あ、やばい、あ、だ、水出てきた。あ、辛い。あ、自分で作ったお菓子のバースデーケーキを食べる咀嚼音をやってみたいと思います。自ら作って自ら食べる、とても良いですね。それでは食べたいと思います。ケーキはこちらです。じゃあいただきます。まずは、小枝チョコうま。おいしい。
ールのいちごいただきます。じゃあこれはお口キャッチでいきたいと思いますよ。ここでした。いただいていきます。あ、口結構いっぱいです。それでは一気に噛んでみます。せーの。意外と硬い。飲み物になりました。ラムネって溶けます。ちょっと酸っぱいんだね。酸っぱい、ラムネ酸っぱい。ラムネを一気に食べると酸っぱいです。する間にホワイトも投入します。マイルドになります。おいしい。うまいな。普通においしいです。
美味しい。めちゃくちゃ美味しい。いちごの甘みといちごの酸味が程よくありました。コーティングされたチョコとも相まってとても美味しいチョコパイでございます。それでは自分で作ったお菓子の誕生日ケーキを食べる咀嚼音でした。自分で作ったケーキを食べるのは心身ともに辛いです。さよなら。